moments are the important moments that connect us. 急な名古屋。皆さんこんばんは。4月9日火曜日午後10時になりました。 FM79.7MHz コールサイン JOZZ0CGFM FM 機能湾の電波をお借りして、名古屋にあるダンサースタジオから旧名古屋お送りいたします。王子ね、またですね、なかなか先週もちょっとお話しましたけども、体調がね優れなくてね、お腹ちょっと痛いのがね、なかなかね、検査もしましたけども治らなくて、気分はちょっとね落ち込んでるんですけども、今日の T シャツみんな見えるかな、ちょっと胸元が開いててセクシーでしょ。滑り王子マスクマンでございます。ラジオなのに見えるかなって言われてもね、困るんですけれども。ああ、想像してください。見えないよ。ああ、そうだね。ということでですね、急にまた寒くなって、この前桜がちょうどね、週末というかね、日曜日、土日、見頃だったんですけれども、やっぱり花冷えってあるんですね、どうしてもやっぱり満開の桜の時ってちょっと寒くなりますね。ちょっと気温の変化に皆さんお気をつけください。磯煮込みスキーと、今日ですね風が強くて、昨日も強かったんですけども、いや桜がですね散り始めまして、桜吹雪、別に桜吹雪があるからって言って遠山の金さんがいるわけでもない言うと思ったよ。ああこういうのもあるのかな、今年は桜が散るの早いなと思ったダンサーズでございます。はい、こんな3人がお届けします。今夜のテーマはピンチ。今夜のテーマはピンチです。メールアドレスは kiyu@kiyu.nagoya です。kiyu@kiyu.nagoya です。この番組はツイキャスライブでも配信しています。ツイキャスのサイトから FM ギノワンで検索してください。またインターネットラジオ配信サイト、マイチューナラジオからも放送しています。マイチューナラジオアプリ、またはマイチューナラジオサイトから FM ギノワンで検索してください。名古屋は栄養コーナー。22時38分頃からとなります。この番組は陸上海上輸送一貫サポート名古屋東海協和、自動車整備士を絶賛募集中名古屋熱田トリプルエイト、入居者募集中名古屋熱田トッペロン、経営者様のお困りごと相談はリテールクリエイト社会保険労務士法人、名誉総裁賞受賞の首里饅頭那覇首里中村製菓、アートワークウェブサイト FMJG、 お小遣いで買えるお菓子がいっぱい那覇市永田おやつと軽食の店夢屋、相続などでお困りごと相談は税理士法人ベスタックス、タイ古式とオイルリンパトリートメントのリラクゼーションサロンなごみ、ネットワークカメラ録画システムのことなら D グラッド、個人スポンサーさんです。真っ赤なメルセデスさん、グランレーダさん、こちらの提供でお送りいたします。キユナ名古屋。私ども東海協和の国内物流部は名古屋から北は北海道、南は沖縄まで最適な物流サービスを提供しております。安心確実迅速をモットーに創意工夫を凝らし、お客様の個々のニーズに応え心で届ける物流で皆様の暮らしをつなげていきます。どんな形状大きさの輸送もお任せください。これからも皆様の心強い物流パートナーとして、お問い合わせは電話 052-389-7817東海協和まで。名古屋市熱田区にあるトリプルエイトではフォークリフトの整備・塗装ができる社員を募集中。社員料完備、引っ越し費用を最大5万円まで負担いたします。
興味のある皆さん、今すぐ 052-653-0071 052-653-0071 までお電話を。名古屋で一番綺麗なシェアハウス。お部屋は全室個室。プライバシーや距離感を大切にしています。気さくなオーナーがあなたのライフスタイルをサポート。お問い合わせは電話 070-2836-9168 またはトッペロンで検索。リテールクリエイト社会保険労務士法人は、小売業、コンビニエンスストアに特化した日本でも数少ない社会保険労務士事務所です。全国の小売業、コンビニオーナーの皆さんが抱えるお困りごとに寄り添い、問題解決いたします。人が集まらない、どうやって育てればいいんだろう、従業員の働きがいにつながるアイディアはないかなど、小さなことでもお気軽にご相談ください。お問い合わせは電話 03-5357-1182 またはコンビニ社労士で検索。キウナ名古屋。はい、メールご紹介します。はい、お願いします。今ピンチでしたね。あ、ピンチだったね。ピンチでした。今もピンチですよ。メールが紛失しました、あれどこに行ったんですか。髪隠しにあったよ、本当に。本当に髪だけに、ね、だよね、うん、本当にびっくりした。王子もびっくりしました。お黙り。テーマピンチにした途端にね、ここにね、Q シートの上に置いてあったメールがなくなるっていう、ね、急にアルミサちゃんが、あれ私のメールがないっていう。え、あったよね、今ねって。で、ちょっと焦ってますけどね。あの王子のとこには多分、今そこで印刷してます、大丈夫よ、はい、ないような気がします。メールお願いします。はい、こちらはですね、みなこさんからです。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、みそさん、ダンサーズさん、王子さん、こんばんは。みなこです。ピンチといえば、私は土曜日の夜に読谷でラジオをしていますが、以前本番中に眠くが来て寝てしまいました。あらまあ、あらまあ。当時はタケボンの他に、一人パーソナリティがいたので、番組が終わる2分前に目が覚めてなんとかごまかしました。え？番組が終わる2分前に目が覚めたの？ちょっと待って、番組中にってことだよね。ということはずっと寝てたってことですね。あの、まあ、ラジオでね、まあ、こう寝息を皆さん聞いていただいて、それもね、あのいい、あの心地よさかもしれないですよ。それと、ヘッドホンの音量の調整をし、椅子に座ろうとしたら椅子が後ろに下がり転んでしまいました。おお、危ない。その事件は本番15秒前、腰が痛い思いをしながらなんとか番組を終えましたが、皆さんも自宅や職場なのでタイヤ付きの椅子は気をつけてね、ということでございます。あれね、あの背もたれがウィーンってちょっと後ろに、あのよく行くのがあるじゃないですか。あ、あります、ね、あれそのままひっくり返りますよね。あれ危険ですね。王子、うんうん、やったことある。いや、それセーフです。もうちょっとで行くとこでしたね。危なかった。ありがとうございます。本番中に寝た方いますよ。あ、ありましたね。くもじ、もうくもじ教会ですね。あの方ですけどね、うるま市出身の方の。はい、はい、これまたまたですね、これ美奈子さん2通いただいておりますので、はい、こちらもピンチで来ております。はい、家の鍵をなくして入れなくなると困るので、我が家はホームセンターでキーボックスを買いました。それは4桁の好きな数字で、家族しかわからない番号にして玄関の近くの窓の格子にぶら下げています。鍵を取り、玄関を開けてまた戻したときは4桁の数字をすべて0000にセットしています。4000だったかな。あれはおすすめです。高齢者の一人暮らしの家にもキーボックスは便利だと思います、ということでございます。今それ言っちゃってよかったのかなと思って。何が？いや、なんかね。だってこれはもともと全部戻せば、うんうん、で、あのご自分の数字っていうのはもう、ありますので、うんうんうん、まあ、これ別に 1,2,3,4,5 でも何でもね、あ、そういうことね、うんうん、よくてってことですね。ただ開けるときはもうご自分の番号があるということですので、
これ、はい、あの案外あの、新築のねお家のその現場ですね、うん、そういうところにはあのこのキーボックスってのはよくかかってますね。うん、うん、なるほど。あ、うん、私もありますよ、お客さん、うん、でそういうキーボックスが入れてある。そうですね、うん、あの空き家になってるようなところで、あの荷物をあの中に入れておいてくださいっていうようなその業者なんかだと、キーボックスがかかってて勝手にこうシャッター開けてあの荷物入れておくとかね、うん、そういうことありますので、うん、なるほど、うん、ちょくちょくそういうのがありますね。はい、はい、ありがとうございます。ツイキャス、高保さん、こんばんは。寒かったですね、まあ、冬に逆戻りかと、ということで。そうですね、うん、寒いですね。ひふみさん、こんばん、ごくんちょう。ごくんちょう、ごくんちょう、起きてるよって。はい、そうそう、そう、そう、なんかね、この前あのひふみずばのね番組でね、はい、ちょっとツイキャスでちょっと話した時に言ってたんですけど、うちの番組も聞いてくださってるんですけれども、なんか15分ぐらいで寝落ちしてしまったりとか、そういうことがあるよっていう話。やだやだでも今日は起きてるよということで。ありがとうございます。はい、1時間よろしくお願いします、うん、そうだね、あのメンソレーターもちょっとこうね、あのまぶたのところにこうピピピって塗ってねスースーさせてくださいで埼玉の郷さん、ダーサーズさん、みそさん、2024桜マスクちゃん、リスナーの皆さん、こんばんは。こんばんは。桜マスクちゃんになってるよ。桜マスクちゃん、あでもちょっとこうあのおしゃれっぽい感じがしますねおしゃれっぽい、うん、でも桜、あのね王子ね、うん、ね日曜日だったかな、昨日だったかな、月曜日だったかな、あのちょっとこうライトアップされてる公園がね、あの近くにありまして、はい、でちょっと見たいなと思いでこう出かけたんですね、で大体それがね9時半ぐらいの到着だったんですけど、うんうん、着いた、ね、時にはもう真っ暗でしたね。もう桜さえ見えなかったから。あ、なになに、結局ライトアップ終わってたってこと？終わってたんだね。てか、うん、遅いよ行くの。まだいいのかなと思ったんだけどさで、うん、あの屋台もね、ちょこちょこっと出てるような公園でしたんで、うん、で皆さんたくさんね、こう花見、うんうん、やってたのを、何日か前に見ましたので、はい、うん、やっぱりどうなんだろうね、あの街の中に近いもんですから、はい、まあ、早めにそういうものもあの撤収しちゃうのかな。鶴間公園じゃなくて、じゃなくて、あの三崎公園って豊明にありますよね。あそこを見に行ったんですけども、うん、もっと早く行かなきゃ、ね、行けなかったのかな。あれ鶴間公園だったら結構、そうですね、ちょっと遅くまでやってますよ ね、遅くまでやって、うん、ああといってもね、やっぱり10時ぐらいなのかな、うん、ね、一応ライトアップだけはね、うん、あのされてるのかなと思って、うん、あの行ったんですけど、もう真っ暗けで、ね、桜を見るのも大変でしたよ。見るっていうかね、もうあの通り過ごしちゃいましたけど頑張って見たのね、うん、暗い中ね見ましたよお疲れ様でございます。はい、はい、FMJG 新一さん、こんばんは。こんばんは。よろしくお願いしますということで、FMJG さんは、スポンサーさんであります、アートワークウェブサイト FMJG さんです。はい、はい、ありがとうございます。進撃のめいちゃんがえって言ってるけど、ん、何だろう。あ、そっかそっか、あれですよ、あの埼玉の郷さんが V ネック王子って言ってるからセクシーの話ですね。あ、それね、うん、そう、うん、ね、今日自分でもそう思っちゃったんだよね、うん、結構。ヤンポさん、こんばんは、うん、お黙りこんばんは。こんばんは。はい、高保さんが王子気持ち慌てないでの泡がなぜか泡になってます。慌てないでの泡、もうそれは大事ですよはい、沖縄大好きさん、こんばん、名古屋。名古屋。刺激のめちゃん、そう、いや、そう、ラジオですよってやっぱり言ってます。そしてですね、高保さんがね、水をたくさん飲んで新陳代謝を促しましょう、王子それでなんとかなりますよって。だよね、あのよくあの2リッターぐらい、うん、あの飲んだ方がいいよっていうようななんか、ね、うん、話もありますよね、うんうん、ね、あ、スプリームさんがね、京都市内の桜も昨晩から今朝の雨でだいぶ散り、伏見の水路は花いかだができていましたということで、あ、うん、あ、そうね、桜が散るとまたね、その川面に映る桜も素敵ですよね、うん、京都がもうそれぐらいでもこう、ね、あの散り始めてるっていうことであるならば、うん、吉野のね、あの奈良県のね、はいはい、あっちの方ももうあれなのかな。吉野の桜はもうちょっと遅いですか。なんて言うんでしょう、標高があるので、うん、あのちょっと長く楽しめるんですよね、うん、あの山の上の方から下の方まであるので、ちょっとタイミングがずれてもその
上の方だったり下の方だったりいろいろ見れるんで、うん、長く楽しめますよ。あのやっぱり桜の品種が違うんでしょうかね。あの吉野の方の桜見るとちょっとピンクっぽいのがね。あ、吉野の桜は山桜なので、うん、やっぱり葉っぱと一緒に花びらが出ますよね。でなんかこの近くからで見ると華やかさはちょっとないんですけれど、うん、遠くで見るとねこの山の、うん、なんていうんでしょう、この霞む感じというかね素敵ですよね、うん、はい。カープボーイさんが味噌煮込みスキーさん、ダンサーさん、ひげを剃ってもヤクミツルさん、皆さんこんばんワン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 。昨日までやっと雨が3日間続いたけどまた晴れてる。あんだけ降って 52% しかならないんだねって。あ、貯水率やっと 50% 超えたけれども降った割には増えてないですよね。そういうことだね。ですね。うん、でひふみさんがピンチ、ダンサーズさんにはあの時のピンチに助けていただきありがとうごくんちょ様でしたということで。あ、あの件ですか。あの時あの件ですね。ねえ、その説は。いやでも良かったですね、あの時ね、あの時ですか、うん、飛行機の話ですかね、はい、そうそうだと思いますけど、うんね、はい、うん、でヤッポさんピンチはチャンスとも言うよって、うん、そうだ ね、 ね、うん、そうなんですね、うん、そう、そうでありたい、うん、はい、はい。シュプリームさんが先週火曜日は振袖を着た姫の機嫌が悪く、イラッとしたワイは旅行をやめて帰るわと捨て台詞を吐いたもんで、京都から大阪のホテル帰る車の中で反撃に遭い、ワイは大ピンチでした。深夜まで喧嘩は続きました。あ、これ姫にちょっと振袖を着た姫って、うん、ってことはね、ご家族？ご家族ってなんですか？ご家族？うん、あの、それか、それかもしかしたら、そこはしっかり書いてないんですよね。舞妓さんかなんか連れてきちゃったのかな。ただ私あのスプリームさんの写した写真を、まあ、SNS でお見かけしたんですけれども、うんうんうん、娘さんなのかな、うん、かな、うん、かなだよね、かなでしたね。そこがちょっとね、はい、ということでね、あ、そうそう、沖縄大使さんがメール紛失ということで、そうなんですよ、大丈夫です、うん、はい。で埼玉の誤差がマスク隠し、え、マスク隠し髪隠しじゃなくてマスク隠し、あ、そういうことね。うん、まあ、本当から言うとですね、まあ、私あの素顔を晒して、ね、だいぶ経ちますので、うん、はい、うん、本当は、ね、マスクマンじゃなくしても素顔マンになってるんですけどね。おだまり、はい、今すごい冷たい顔したよね、水ちゃんね。冷たい顔したって言ってもびっくりしました。ラジオだからね、はい。じゃ あのメールお願いします。お願いします。はい、ラジオネーム沖縄大好きさんからです。ありがとうございます。ありがとうございます。ダンサーズさん、みそさん、王子、こんばん、名古屋、名古屋、沖縄を愛する沖縄のラジオリスナー、沖縄大好きです。テーマ、はい、ヒンチではなくピンチ。ああ、ああああってヒンチするよ、ね、うん、車を運転している皆さんは運転中に眠気が来ることってありませんか？眠気が来るときまさにピンチ。そうだよね、一歩間違えれば事故になってもおかしくないですよね。僕も仕事の帰り、疲労がやばいときは眠気が来ることがあります。そんなときはコンビニに早めに車を止めたり、運転してるときは眠気を思いっきり覚まそうと窓を閉めて音楽をかけて熱唱して声を出しています。声を出すだけでもだいぶ変わるので、コンビニとか休憩できそうな場所に着くまではそうしています、ということでございます。あの王子歌ったらね、あの気持ちよくなっちゃって逆に眠くなっちゃうよね。え、そうなの、うん、自分が歌ったら眠くはならないでしょ。で、酔いしれるって場合があるでしょ。ちょっと自分の歌声に酔いしれる、酔いしれる場合があるから。自分の歌声に酔いしれるの。そりゃそうです。そうじゃなければあなた歌えませんよね。まあ、何を歌うかは別としてですね。おだまり、いや
あんまり自分の歌に酔いしれることってあるのかなと思って。演歌を歌われてる方皆さん分かるじゃないですか。ああ、ね、独自の世界に入り込んでる、ね、あの感じですか。石川さゆりさんも素晴らしいですね。もうあ、うん、それ酔いしれるっていうか、うん、違う世界に行っちゃうんじゃないかなっていうぐらい、ね、違う世界どこですか。いやだからそれぐらいこう入り込んで、ね、でもね天城越え歌われてる時なんかは本当にすごいですよ、ね、なりきってるっていうかね、うんうんうん、その歌の出てくる、ね、方にね、そうですね、なりきってる感じがすごいなって思います、うんうん、そうそう、そこら辺をねやっぱりこうファンの方もね、うん、読み取ってこう素晴らしいと思ってね、うん、見ていらっしゃるんでしょうね、うん、はあ、なるほど、うん、あ、泉佐渡の特急佐渡さんこんばんは、ということでこんばんは。で沖縄大好きさんが王子は自分の声に酔いしれる、メモ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 で、ラントさんがね、王子おだまりってあーこれね、ラントさんが、うん、ポン出しの代わりにね、うん、ちょっとこれコメントをいただきました。シュープリームさんがですね、はい、ツイキャスのコメントでね、はい、王子はテレクラの桜に騙されたよくありますね大昔いや、うん、でもごめんなさい、久しぶりにテレクラなんて聞いたけど、うんうん、大昔ですね本当に、ね、うん、確かこのテレクラの話で、そうそう、この前も聞いたなと思ったら、そういえばこの番組で聞いたんでした。何を。テレクラっていうワードです。ああ、テレクラのワード、ね、うん、最近ないですよね。ないですよね。ないですね。その後ね、カード式のね、なんか番号を打ち込んでなんかできるってツーショットダイヤルとかってね、うん、あったでしょ、なんかありましたね、うん、自宅の電話からできちゃうみたいな。ツーショット、あと Q2 ね。あ、そうそう、 Q2、 うん、ありましたね。すごいな。 Q2 でツーショットダイヤルな。はいはい、そうですね。そうそうそう、うん、で、女性はフリーダイヤル。そうなんだよね。あ、そうなんですね。男性型してるのが Q2 の0990。あ、何、女性は無料でかけて男性が課金されるってこと。そうそうそう、1分330円ぐらいです。なんかね、あ、すごい高いですね、うん、3分でもう1000円近くなるじゃないですか。1分330円だった。うわ、高い。だってその当時の、ね、金額からしたらめちゃくちゃ高いですよ。そうそう、めちゃくちゃ高いよ。だからそれでもね、こうね、いろんな女性と喋りたいというね、まあ、殿方が多いんでしょうね。そうですね、うん、力込めて言わんで。女性は確かシャープボタンが何かを押すと、うん、もう次に移れるんですよ。あ、そうだね、ピッて言ったら、そう、こう変わ、嫌だと思ったら、そうそう、うん、次に移れる。えげつないシステムですね。そうなんですよ。そうそう、そういうことね、詳しいんですね、ましたね昔ね、そういうシステムね、はい、そうなんだ。そうなんです、ヤンポーさんが、俺の自宅は鍵をかけたことはありませんって。大丈夫、ここでこれツイキャスのコメント読んじゃったけど、ヤンポさんのお家みんな行っちゃうよ、大変だよ。そうだ、王子、うん、朝になったら寝てるよ本当に。誰がいるかと思ったら不法侵入で訴えられますから気をつけてくださいね。はい、はい、続いてですね、はい、お願いします、メールご紹介します。こちらはですね、はい、皆さんこんばん、こんばんだがやだがやだがやですね。気まぐれで名刺、ちゃんおかです。ありがとうございます。ありがとうございます。そうそう、ちゃんおかさんだからだがやですよ。そうだよね、うん、そうだよね。そうだよ、うん、私の知り合いが先日お店のトイレでウォシュレットを押した瞬間、リモコンが電池切れで操作不能になったそうで、今日のまま発射され続ける。水を止めることもできず、知り合いは便座を離れることもできず、人生で最大のピンチを迎え、知り合いは世界を呪ったらしいよ。どうなったかは教えない。バイバイ。何、どういうこと。だからずっとその今日のまんまノーシュレットが出しっぱなしじゃん。ってことは、うん、そこからね、立ち上がれないですよね。それ立ち上がったらどうなるの。ビューってこのびしょびしょ、ね、びしょびしょになりますよね。うん、じゃあどうしたんだろうね。そこが知りたいな。その続きは書いてない、うん、だからここはこう教えませんって。気になるじゃないですか、ちゃんお母さん。でもね、あれ今日のまんまね、うん、まあ本当にお尻大切なところがですね、うん、痛くなっちゃいますよね。ずっとそのままだとね、ね、ちょっとね、あれですよね、その弱い方なんか大変ですよね。そう、もう一種ね、こう違うプレーになっちゃうの。ふざけるな。
お引き取りください。また本当にお引き取りください。びっくりするよね。また俺放置プレイに入るかなと思ったもん、はい、いやー、うん、ちょっとね、いやそういうね、あのお好きな方もいらっしゃいますんで。何の話？お黙り。まあ、あのご想像にお任せいたします。いや、そこまで行ってご想像にっていうのちょっとね。え、聞きたいの？いや聞かないです。はい、メールお願いします。はい、はい、続いてですね、はい、こちらは、ジョージさんからです。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。王子ダンサーさん、味噌煮込みスキーさん、こんばんは。こんばんは。先日名古屋の伏見交差点に スマホを置き忘れてしまい、猛ダッシュで走って戻って無事取り戻したことがありました。本当に大ピンチでしたね。気をつけますということでございます。ちょっと待って、なんで交差点に置いてきちゃったの？交差点に置き忘れるっていうのは、そうそう、交差点に置き忘れるっていうシチュエーションが、うん、あの落としちゃったとかね、うん、なんかそうそう、落としたとかじゃなくて置き忘れって何？なんか撮影してたのかな、何なんだろうね。あれ、何、桃介さんの YouTube の撮影かなんかしてた？何だろう、いや分かんない、何だろう、分かんない、勝手な想像です。何だろうね、だって交差点に置き忘れるシチュエーションが分かんなくて、置いたってことだもんね、交差点にね。ね、うん、落としたとかなんだ、落としたって感じじゃないですか、うん、置き忘れてしまいですね。置き忘れるってどうなんだろう。これはまた猛ダッシュでまたね戻って、うん、取ってきたって。いやでもね、うん、本当拾われちゃったらね届けられますよね、多分ね、交差点に落ちてましたとか言って。そうだよ、本当に、ね、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。あ、ヤンポさんが先ほどの答えが止水栓って洗うなんて、うん、止水栓を止めればウォシュレットの水は止まりますよって。あ、そうですよね。あ、そういうことだね、うん、そうよね。そもそも水を止めればいいんだよね、うん、うん、それ正解、うん、でもね、慌ててるよね、そういう時はね、まあ、パニックになってるかもしれない。あ、でも確かに ね、そこ動揺すると何もできないですよね、うん、そこで考えれるかな、王子だったらどうするかなと思いながら ね、うん、ね、どうされます？あの、まあ、まあ、その時はあれでしょうね、こう出しっぱなしで、もう逃げるようにして出てきますよね。自分の服が濡れないように。びしょびしょになりそう。あ、それをかいくぐりながら。かいくぐりっていうか、もう瞬時に離れてね。そう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 。だからもうパンツがね、上まで履けてない場合があると思うよ。もう判決になっちゃって。本当に。それぐらい多分ね、パニックになると思いますよ。いや、でも、うん、あ、その止まらないシチュエーションっていうのを体験したことがないから、実際あったらどんな風になるのかなと思って、うん、ちょっと、うん、想像がつかないです、ね、でもそれがね、ご自宅だったら大変なことになりますよね、うん、家はほらだっていいじゃん、元から止めればいいんだから。あ、でもその同じパターンとしてね、うん、こうパニックになってどうしようどうしようと思って、まあ、でも家だったらもう壊れてびしょびしょになっちゃったで済むじゃないですか。まあ、ね、ですけどね、拭けるし、かけ、うん、あのね、パンツも書き換えれますし、まあまあそうですけど ね、はい、ありがとうございます。何の話を膨らませてるの。はい、沖縄大好きさんが、ちなみに今日も仕事帰りに眠気が来たので運転中ウルトラマンの主題歌を熱唱して眠気を覚まさせてましたって。ほら、もう、ウルトラマンの主題歌ね、うん、ウルトラマンの主題歌ね、ウルトラマンの主題歌を今ね、うん、思い出してるんですけど、うん、もう頭の中がね、セブンセブンセブンが回ってるんですよね、はい、うん、ウルトラマンってどんな歌だって忘れちゃった。さっきの王子の判決っていうのに沖縄大好きさんが裁判の判決の判決、あ、いい表現ですね。で、高坊さんは半分の地であれなんだ、は、うん、判決、あ、半分に血で、あれはね、血液の血で、うん、判決、あ、うん、ってなぜそこで血しない、うん、だからね、うん、なんかカポーさんがね、リーサルウェポン2の便座から離れたら、はい、爆弾が爆発するみたいなことになりそうじゃない、離れられないって。あいや、もうそうだったら離れられないですよ。離れられないですね、うんうん、それこそダミーのお人形さんまたね、持ってきて座らせて、その違う、うん、ダミーのお人形さんを持ってこられないじゃないですか、座ってんだから。そのどなたかにちょっとね、頼んでちょっと電話し て、ダミーの人形さん、マネキン持ってきてって。マネキン持ってきて、ちょっと座れるようなマネキン持ってきて。そんなにマネキンってあるかな。いや、だから、それぐらいしないと危ないですよね。
いやちょっと待って、助けを呼んだ人を座らしちゃダメなのかな。それはちょっとかわいそうでしょそれはちょっとかわいそうで、で私の身代わりになってみたいなね、うん、それはちょっとかわいそうかなと思うんですけど ね、 そうですね。はい、メールお願いします。はい、はい、メールご紹介します。ダンサーさん、みそにこみすきさん、マスクマさん、こんばんは。おばあからもらったプライベートジェットです。ありがとうございます。今年から職場の給料日がこれまでの10日から15日の支給に変更となったのですが、クレジットカードの請求日が10日のケースが多いため、今までは給料が入るとすぐに引き落としされたので、支給日の変更は大ピンチなんです。まあまあそうですね、なんとかやりくりをしていますが非常に厳しいですね。引き落とし日が15日以降のカードをメインにするか悩み中です、ということでございます。そうだね、そのカード会社によってすぐに引き落とされる、ね、ありますね、が違いますもんね。うん、ね、まあいつもの通りにやってたつもりで、で、あの引き落としをされてないとまた、ね、そうね、まだこんだけあると思って使ったらいきなりゴンって引き落としされたりすると、そう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 、大変ですよね。そういうことがありますよね。まあ、本当はね、うん、来月いくら引き落とされるかっていうところを考えてね、ご利用は計画的にってことなんですけれども、うん、なかなかね。そうなんですよ。ね、うん、ね、結構ね、あの、まあまあ、便利ですからね、そのカードでね、うんうん、ちょっと財布がね寂しいなっていう時、あ、これがあるからと思って、うん、ね、使っちゃう時ありますからね、あの大きい金額じゃなくてもね、うん、まあね、小さい金額でも積もれば請求は大きくなりますからね。そうなんですよ、あれっていう金額になったりしますよね。そうなんですね、うん、はい、ということでですね、ね、王子が歌ったからね、ツイキャスではね、はい、ウルトラマンの歌がずっとなんか続けてみんながねコメント書いてくださってる歌詞を、うん、え、うん、書いてますよ、書いてくださってますよ。あ、そうだ、胸につけてるマークは流星、うん、そうだよね。あ、まだ書いてある、まあ、自慢のちゃんとみんなね、で敵を撃つ光の国から僕らのために来たぞ我らのウルトラマン、こうじゃなかったっけ。あ、合ってます、合ってます、合ってる、はい、歌っちゃったよみんなちゃんとね歌詞をちゃんと書いてくださって、あの、ね、ツイキャスの、ね、画面を見てさ、うん、で歌うってことは本当によっぽどないんですけど、しかもちゃんとヘウジェジシンさんが王子うまいってちゃんとねよかったコメントくださってます、ありがとうございます。メールいきますね、はい、うどん県大好きさんからです、ありがとうございます。私は今の職場4年目になりますが、一度だけ遅刻のピンチに陥りました。雨の影響で車が渋滞しバスが遅れました。私は仕事が始まる1分前になんとか到着できました。この経験から今は1本早いバスに乗ってますということで、うん、素晴らしいです、うん、はい、まあ、大体ね王子の場合はですね、いつもギリチョンでそれに乗るっていうのをね、うん、目標にしておりますのでね、早くってことがあまりないですね。いや、私は不可抗力に負けました。電車が遅れて私も遅れました。あ、まあそういう時は ね、でもしょうがないですよね。ね、うん、ね、あと電車が遅れて違う経路でバスに乗ったら、結局電車が途中で動いてバス乗った私が遅刻したっていうパターンもあります。うんうん。ね、難しいですよ ね、まあ、まあね、この辺の見極めって、うん、まあ、そうだよ ね、どうしたらいいんですかね。うんうん、あのね、このツイキャスのね、うん、高橋さんがね。うん、79.7 点っていう、これはどういう表現で、あ、うん、あのカラオケの採点 の感じじゃないですか。ということは周波数じゃないですか。あ、周波数、ね、あ、そういうことか、すごいすごい、うん、そうだそうだ、素晴らしい。なんかこれのど自慢だとさ、うん、ね、鐘3つぐらいのところで止まってんのかなって思っちゃうよね。79.7、 いや、すごい、うん、FM ギノワの周波数じゃないですか、うん、お上手です、うん、お上手、うん、うん、ね、焦点だったら座布団を差し上げるとこでしたわ。はい、ありがとうなんで叩く、はい、旧名古屋の皆さん、こんばんは。こんばんは。こんばんは。岐阜の9人のバーバーです。ありがとうございます。日曜日にランチモアイの仲間で池田山の桜祭りに行ってきました。ああ、うんうん、池田山って岐阜県ですね、うん、はい、
いいですね。天気も良く、寒くもなく、暑くもなく、良いお花見日和でした。桜の木の下でお弁当を広げて食べていたら、夫から車検入れに来てるけど、なぜか車検証がコピーしか入ってない、原本でないとダメらしい、どこにあるんだとの電話。いくら考えてもわからない、なんでコピーが入ってて原本がないのか。現地は乗り合いできていて、人様の車に乗せてきてもらっているので、まさか車止めてるところまで送ってなんて言えるわけもなく、夫には16時過ぎまで待ってて探してみるからと言って待っててもらってるけど、心ここにあらずで全く楽しめなかったです。結果車検証は見つからず、再発行してもらうことになりました、うん、それができるならわざわざ途中で探しに帰らなくてもよかったのではと未だに思うバーバーでした。そうですね、私今思ったんですけど、うん、電源切ればよかったんです。電源携帯の電話ね、はい、それぞがなんか旦那さんに怪しまれるんじゃないのあれ、ああそうかそうか、うん、ね、電話して、いや、やっぱりここは着信してもらいたくない時ってあると思うんですよ。っていうことはですね、うん、もう池田山は電波が入らないっていう、そういう定義にしとけば、そっかそっかそっか、うん、そうですね、うん、確かにちょっとね、池田山入りの悪いところありますからね、うん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 、入らないという定義にしときましょう。あ、まあ、そうですね、まあ、そこ本当入るんですけど、うん、あれ入らないとこなかったっけ。入らない、いや、上の方に上がると入らなくなるんですけど、桜が見れるところは入ります、まあ、入りますなんで池田山の電波事情に詳しいんですかね、まあ、こんなにダンサーズさんは、まあ、何度も行きましたからはい、はい、じゃあ CM です。ということで CM です、はい、キウナ名古屋。中村製菓は那覇首里に創業して64年、月桃や泡盛など激戦素材で作り上げた首里饅頭とくんぴん、こだわりの琉球菓子をご賞味ください。ユイレール首里駅から徒歩3分、電話 098-884-5901。 中村製菓。 FMJG アートワークウェブサイトオープン。オリジナルモノクロキャラクター&オブジェクトの実験的ミュージアム、ご訪問は fmjg.jp まで。ただいま独自企画品開発中。おやつと軽食の店夢屋。那覇市長田にあるおやつと軽食の店夢屋は、あなたの町のお菓子屋さん。お小遣いで買えるお菓子でいっぱい。沖縄大学から徒歩2分、詳しい場所は地図アプリで検索。税理士法人ベスタックスは、財産カウンセリングで相続に関するお悩みを問題解決し、最善のご提案をいたします。相続で少しでも不安な皆様、ぜひご相談ください。お問い合わせは電話 03-6421-2296、 またはベスタックス相続で検索。キウナ名古屋。はい、はい、名古屋は栄養コーナーでございます。はい、はい、今日はあれ、うん、名古屋でピンチっていうことは、うん、なんかあるのかな。あれ、今日は何、それぞれみんなのピンチを言うんじゃないの。ああ、それぞれのピン、うん、あ、ピンチはですね、うん、まあ、これもね、また体の、ね、一部なんですけども、はい、うん、どんどんね、年齢をね、重ねるとごとく髪の毛が細くなっちゃって、はい、こう地肌がねすごいね、分かるんですよね。で、まあ、ちょっとこのね、まあ、ツイストパーマというねパーマをかけて、ダウンタウンのね浜ちゃんと一緒のパーマなんですけど、うん、もう地肌を隠すようなちょっとね、作業してるんですけど、そうじゃなかったらもうね、分かれ目がもうあぜ道のようになっちゃってね、うん、でそれを日焼けしてるならばまだね、分かりづらいと思うんですけども、
うん、まあこういう冬場なんかだとね、王子のね、あの頭皮の素晴らしい綺麗なね、白いね、ところが見えちゃいますので、とっても素晴らしい安住地がね、くっきりはっきり分かっちゃうっていう、うん、それが嫌でちょっとこうクリクリっとパーマをしてるんですけどね、うん、それがねどん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 ね、細くなっていくなっていうのが感じられますので、とってもピンチなんでございます。うん、今私ね、うん、あの王子の話を聞いて、うん、なんか真剣に聞いてふわーって顔してたら、うん、ツイキャスって時差でこう画像が出るじゃないですか、はいはい、うん、なんか今自分がすごい変顔してて、うん、ちょっとピンチでした。あ、変顔、それは狙って変顔してんじゃないの？じゃなくて今自分の顔に表情に驚いてしまった。あ、素のね、あ、そういうとこ見ちゃったのね。あの FMJG の新一さんが、確かに僕も頭髪ピンチです。でもある意味この年までよく頑張ったと思います。でもね、はい、今いろいろそういう、まあ、薬品っていうんですか、薬品ってあるじゃないですか、はい、頭にね、振りかけるとかさ、うん、ね、こうシャンプーなんかでもそういう頭皮にいいとかっていうね、うんうん、のがありますので、まあ、それを信用してですね、はい、うん、信用して、信用して、うんうんうん、ちょっとずつそう、ね、ケアしてから、ね、行ったらどうなのかなとは思うんですけど、うん、でも本当一番いいのはやっぱり病院に行くことが一番いいらしいですよ。あ、うん、うん、こうね、例えば私こう、ね、薄毛対策とかさ、はい、いろいろあるじゃないですか、うん、でそれをやっぱりね、飲み薬なんかもあるらしいんですけども、はい、それやるとね、全身毛が濃くなってきちゃうらしい。だから眉毛とかなんかでも、あ、うん、あらゆる毛が、そうそう、あの結構ね全体的に濃くなっちゃって、うん、それも結構大変って言ってましたね。あ、バランスが、うん、ね、だから頭だけならいいんですけど、うんうん、そうじゃなくて違うとこもね、まあ、毛生えてるところが、うんうん、結構濃くなってきちゃうっていうのはね、聞いたことありますんで、うん、うん、ね、で頭以外は なぜかムダ毛って言いますよね。そうなんだよ ね、 ね。でも今アパターあれですよね、男性なんかでもこう全身脱毛が流行ってるみたいで、うんうん、流行ってますね、うん、でも、でも毛なんか今日なんか名古屋営業でこんな毛の話ばかりするのもなんですけれども、うん、でも毛はやっぱり理にかなってるんですよね。大事なんですよ。そう、うん、だってね、やっぱりこの目を守るためにまつ毛があるわけで、そうそう、やっぱり人間弱いところに ね、 ね、そうやって保護するためにありますもんね。そう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 、大事なものを守るための毛ですもんね、うんうん、脇だって多分汗を抑えるための毛であるし、そう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 、ね、そう、胸毛は何だろう、胸毛は何だろうね。ね、うん、こ、うん、れもピンチですか。他にピンチあります。あ、ピンチといえばですね、うん、ハワイの離島に行った時にですね、うんうん、まあダンサーズさんもいたとは思うんですけれど、うん、はい、飛行機の時間に遅れましたね。離島でですね、ハワイのどこの島だったかな、うん、あ、ということはご自分たちが、まあ、かな、あれ、空港に到着するのが遅れたとか、そんな感じ。そう、あら、そうなんですね。車に、レンタカーもそうなんですけど、うん、車で離島にいたんですけど、うんうん、空港に戻るのにそう時間が遅れて、うん、なおかつその飛行機の空港が混んでて、うん、結局飛行機に乗れない感じになったので、うん、電話をしてその旅行会社さんに、うん、そう、うん、変えたんですよね。変えたんですよね、うん、あれうまくいったんですかね。うんうん、でうまくいきました、ね。あの時ちょっとピンチでしたね。うんうん、まあ自分ピンチ、まあその飛行機絡みで言うことですね。うん、はい、あれはですね、これお話したことあるんですけども、うん、グアムから、うん、飛行機に乗って名古屋へ帰る時だったんですよ、うん、でグアム空港離陸して15分ぐらい経った後なんですけど、うん、急に旋回し始めたんですね、飛行機がね、うん、でなぜかと言いますと、その時の飛行機ボーイング747だったんですけど、はい、うん、エンジンが4つついてるんですよね、うん、その4つのうちの1つが止まっちゃいまして、でその
そういうことでまあ引き返したんですね、うん、で、うん、あの翼から燃料投棄、うん、つまり、うん、燃料捨ててたんですよ、はいはいはい、それがですね霧状になって、うんうん、あの飛んでたっていうので、うん、あれは本当に怖かったですね、うん、もうピンチどころじゃなかったですね、もう自分の命がどうなるかっていうぐらいでしたから、うん、まあ、そんな経験をしたことがありますね、まあ、怖いよね、うん、あれは怖かったですよ、うん、飛行機で本当に怖い思いした、うん、あれだ、あれが最初ですね。でもやっぱり、ね、そういう時怖いよね、うん、あのいやピンチです ね、 本当にどうすることもね自分たちはできないですよね、まあ、そうですよね、うん、もう任せるしかないですもん ね、 運を天に任せるしかないんだもん ね、 本当ですよね、そうなんですよ、騒いでもね何もならないんですよ、そうそう、何ともねできないもんね、ですね、うん、そう、はい、ということで、うん、はい、名古屋は栄養っていうか栄養良くもないですけれどね、はい、テーマピンチで送りました、うん、はい、お送りしました、はい、キウナ名古屋カープボーイさんが、うん、はい、昨日ヒープさんが言ってたよ、年取ったら頭は薄くなるのに、うん、耳とか鼻とかあと眉毛はなんであんなに伸びるのかね、帰ってくるのかねって言って、そうだよ本当にそうだよ、ね、うんうんうん、鼻毛もねあのバンバン伸びますよね、ちゃんと綺麗にしないと ね鼻毛はほらね空気が汚いとね、うん、特に伸びますから ね、 すごいですよね、ちゃんと体が反応してね、はい、そうなんですやっぱり悪いものを取り込まないように頑張ってるんですね、うんうん、そうなんです、ヤンポーさんがね、まつげなら昔から長くて羨ましいと女の子たちから言われてましたって、そうそう、うん、ね、あの男子でまつげ長いと ね結構あの可愛らしいですからね、あ、王子もでも、うん、王子ね、うん、あの子供の頃ね、ま、まつげすごい長かったですよ、うん、まあ、今も長いと言われますけども、うん、あまりにも長いっていう風に床屋さんが思ったんでしょうね、うん、まつげを切られました、え、まつげ切っちゃうの、うん、で、おかしいでしょ、うん、あの王子その覚えがないんですけども、うん、ね、まああの、まあ、母親からの話だと、うんうん、あのそういうふうにあの切った床屋さんがあったということですね、はあ、 なんでその切ったのかなと思うんですけど、ね、なんか目に入りにくくしてくれたのかな、なんか思ったんでしょうね、はい、メールお願いします、はい、メールご紹介します、進撃のめいちゃんからです、はい、ありがとうございます、昨日の沖縄の雨と風の嵐が内地に流れてきたと思うと、桜の嵐は花びらだけにしてほしいですね、そしてピンチ、給料日前のピンチの時スーパーに買い出しに行かないといけない時に必ず探すのが半額商品やお値打ち品、うん、最近名古屋にもあるロピアが沖縄にもオープンしました、ロピア名古屋にあります、ロピアって聞いたことないの、あ、うん、なんか関東の方にあるの、ね、あ、そうですか、うん、はい、写真にも、つけてありますが、安さに驚きです、給料日前のピンチな時新たに発見、そしてこれはお願いなんですが、うん、今週末の土曜日が私の34歳の誕生日を迎えます、おめでとうございます、先ほど、イハピーが投げキッスをいただけたのでマスクマンから濃厚投げキッスといけばの誕生日おめでとうをいただけたら嬉しいですということでございますので、はい、じゃあどんだけでもやるよ、はい、じゃあ、じゃあお願いいたします、はい、お願いします、はい、いけぼ誕生日おめでとうコングラチュレーション、おだまり、今さ、はい、めいちゃんに言わなきゃいけない、何いけぼって、どうって、イケボの誕生日おめでとういただけた、イケボっていい声のっていう意味じゃないの、あ、そうなの、じゃあめいちゃんもう一回、王子滑ってます、そういうことなのね、じゃあ、ね、王子滑ってます、そうよ、うん、王子びっくりした、王子滑ってます、あ、いくよ、滑ってますよ、もっと濃厚にするからね、はい、進撃のめいちゃん誕生日おめでとうコングラチュレーション、滑ってます、
これキスマークがつくぐらいちょっとやっちゃったけど大丈夫かしら。マイク後で消毒しておきます。びっくりした。はい、メールいきます。高保さんからです。はい、3年ほど前の年末12月29日夜勤の早出で出勤時刻の30分前くらいにスクーターのエンジンをかけたらかからずに死亡。年末年始ダイヤのためバスも来ない。上司に連絡して遅れるかもと頭の中ではアメリカの24アワーズのカウントダウンが流れてどうすると自問自答。少し700メートルくらい距離はあるけど別系統のバス停まで行けたら間に合うかもということで防寒着しててモコモコ状態で走りました。足ももつれる感じ。バス停直前の交差点まで着いた時に目の前に乗るはずのバスが信号待ちしてました。急いで横断歩道を渡りそのバスに乗車。最寄りの停留所で降りて全速力で出勤。タイムカードを押した時は2分前でした。本当にピンチでしたねということで間に合ってよかったですね。そうだ ね、よかったよかった、うん、すごいですね。でも間に合ったんですね。よかったね。よかったですね。はい、メールもう一ついきますね。はい、はい、デリガタ警部さんからですね。はい、ありがとうございます。ピンチといえば最近の物価高の連続や人的災難のおかげで支払いが遅れるなどのピンチに陥っていましたが役場からの給付金支給のおかげでピンチから状態を脱出できるようになりました。で、依然危機的状況には変わらないので本当の意味で人生のピンチも脱したいのです。お三方さんはピンチになってませんかっていうこと。人生のピンチ、うん、それはなかなか人生のピンチも出したいと。ほらそれはすごいよございますな。いやでも本当の意味での人生のピンチも出したいって言ってますけど、うん、多分そのうちにピンチから出してるんじゃないかなと私は思いますよ。まあそうだけど ね、はい、ということで、うん、じゃあもう一ついきますね。はい、ヤンポーさん、はい、まだ紹介しますよね。はい、ヤンポーさんからです。みそにさん、ダンサーズさん、そして他1名こんばんは。他1名ああ、はい、して俺が唯一ピンチと思えたことは車のキーを差したままドアロックしてしまったことです。いやインロックしたんだ。しかも、盤上金でも簡単に開かない車で死に焦った。盗難防止がついている車だったのでドアロックした時は正直最悪車のガラスを割って修理に出そうかなとも思っていました。スペアキーも作っていなかったので、もんかけで職場の仲間といろいろやって諦めかけた時にドアがスーッと開いて本当に助かった。やっぱりスペアキーは必要ですねって必要ですよ、うん、必要ですよ、ね、うん。なんかいろいろやってスーッと開いたのはどうやって開いたの。いやそちょっとそれが気になるんだけど、うんうん、そのあれハンガー その針金っぽいのでやったっていうそういうことですよね。それがなんかうまいことあれだったんだよね。え、っていうかよりそれで開けれる方が怖くないですか。でも昔なんか結構そういう風で、ね、ガラスのところから ねなんか突っ込んでよくね突っ込んでやってましたもんね、うん、そうそうそうとか多分そういう風で開くんでしょうね。ねえ、うん、まあ、最近の車はまたちょっと違うと思いますけども、まあ、それでわからないですね。ねえ、すごいですね、うん、あれ埼玉の郷さんお先におやすみなさいって寝ちゃったもんな。もう寝ちゃうの。ああそうですね、10時台ですから眠くなりますよね、うん、でその前にねこのね、うん、FMGG 新さんがね、うん、王子白目向いてたよって、あのさっきのあのかな、進撃のめいちゃんのねチュッチュやった時に、うん、ちょっと白目向いてたんだね。ちょっとあのね力入りすぎちゃってね、うん、白くなっちゃったかもしれないあとねあのちょっとツイキャスのアーカイブで見てみましょうね、うんうん、あなんか FGC さんが僕も打ち鍵しましたがギリギリ腕が入るぐらいで窓ガラスが開いて助かったことがありますということで、あよかった、はい、よかったです。はい、ということでエンディングです。来週のテーマは視力。来週のテーマは視力です。
最近近くの文字が見えない、運転免許更新で視力が落ちて眼鏡を作って出直しになっちゃうなどなど、皆様の視力のエピソードを教えてください。この番組は陸上海上輸送一貫サポート名古屋東海協和、自動車整備士を絶賛募集中名古屋熱田トリプル A と、入居者募集中名古屋熱田トッペロン、経営者様のお困りごと相談はリテールクリエイト社会保険労務士法人、名誉総裁賞受賞の首里饅頭那覇首里中村製菓、アートワークウェブサイト FMJG、 お小遣いで買えるお菓子がいっぱい那覇市中田おやつと軽食の店夢や、相続などでお困りごと相談は税理士法人ベスタックス、太古式とオイルリンパトリートメントのリラクゼーションサロンなごみ、ネットワークカメラ録画システムのことなら D グラッド、個人スポンサーさんです。真っ赤なメルセデスさん、グランレーナさん、こちらの提供でお送りいたしました。はい、今週もありがとうございました。来週は視力ですよ。視力です。王子見えるけどね。王子ちっちゃい字見えないね。見えないよね。あ、それは老眼。はい、はい、ということで、はい、来週です。ありがとうございました。閉店グラングラー。今日は行ったよ。今週もお聞きいただきましてありがとうございます。ありがとうございました。ガラガラを邪魔するなって言われたから今日はおとなしくしてました。あの久しぶりにあのちゃんとガラガラ言ったよ。うん、うん、あの今日もですね、このツイキャスのコメントがですね、はい、もういろいろね、あの、まあ、王子に対するですね、うん、この叱咤激励のような形でね。叱咤激励ですよ、まあ、クレームですよね。あ、クレーム、はいはい、いや、うん、そんなことないよ、ちゃんとみんな温かい。ちょっと今日は ね、あのあんまりあのお色気なかったからごめんね。いいのです、これ。お黙り。はい、はい、ということで、はい、来週です。ありがとうございました。ありがとうございます。